前回の動画、終末の悪の帝国で見ましたように、聖書予言によれば、世の終末、つまり世の改まる時が間近になった時代に、世界にある凶暴な帝国とそれに連なる10カ国の同盟国が出現します。その帝国はヨハネの黙示録で象徴的に獣と呼ばれている一人の強力な独裁者を頭としています。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威をその獣に与えます。この獣と呼ばれる強力な独裁者とは一体誰でしょうか。これは組織やグループではなく、一人の人間です。それは人間、マンを指していると黙示録は述べています。暴君、獣は、終末が間近になった時代に力を持って現れ、国々を侵略、征服し、イスラエルをも手中に収めると予言されています。彼はまた聖なる都エルサレムを悪と淫乱の都に変え、意図高き神に挑戦し、神とキリストを信じる者たちを迫害します。暴君獣はさらに、その頃エルサレムに再建されているユダヤ教神殿、第三神殿と呼ばれるものを踏み荒らし、そこで私こそ神であると宣言し、自身をかたどった偶像を設置すると予言されています。彼はかつてのナチスドイツのアドルフ・ヒトラー以上の暴君となります。世界を揺るがす存在となるでしょう。終末の時代にはこのように悪が栄えます。しかしそれはやがて悪が永遠に滅ぼされるためです。悪者どもが青草のように燃え出ようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。この終末時代に現れる暴君、獣は、ヨハネの黙示録によれば、実は過去に存在した暴君の再来的人物です。つまりイエス・キリストの再臨の前に暴君の再来があります。過去に存在したその暴君とは、紀元前2世紀にエルサレム神殿を踏み荒らしたアンティオコス4世エピファネスです。このエピファネスという名前を知らない人も多いかもしれません。しかしこの悪名高い名はユダヤ人にとっては忘れようとしても決して忘れられない名前です。エピファネスは紀元前2世紀にユダヤの聖なる神殿を荒らし、そこにギリシャの神ゼウスの偶像という荒らす憎むべきものを設置しました。今日もユダヤ人は毎年12月頃にハヌカと呼ばれる宮清めの祭りを持っています。これはかつてユダヤの神殿を暴君エピファネスから解放し清めた時のことを記念した祭りです。宮清めの祭りはイエス初臨の時代にもユダヤで毎年守られていました。ユダヤ人は暴君エピファネスのことを常に心に刻み込んできたのです。エピファネスはどのような人物だったか簡単に見ておきましょう。紀元前331年、古代の有名なアレクサンドロス大王は破竹の勢いで中東一帯を征服し、ギリシャ帝国を建設しました。しかしそのギリシャ帝国も大王の死後4つに分裂。ギリシャ、小アジア、シリア、エジプトの4つの国に分かれました。アンティオコス4世エピファネスはこのうちのシリアを治めた歴代の君主たちの一人です。アンティオコスの名を冠した君主は全部で26人いました。エピファネスはアンティオコス4世として君臨したのです。エピファネスの名は原神王
の意味です。その名の通り、彼は自分を神とし、自分を神と崇めるよう人々に強要しました。しかし人々は彼を皮肉って一字違いのエピマネス、狂人の意味とも呼びました。さて、紀元前175年にエピファネスは裏切りによってシリアの王位を手に入れました。その後彼は南のエジプトに対する優位を決定的なものにするためにエジプトに出兵、エジプトを手中に収めました。この頃からエピファネスはユダヤのエルサレム神殿の調度品に手を出していました。彼はかさむ戦費を賄うためにその神殿から多くの金の調度品を盗み出しました。しかも異邦人には禁制の場所であった神殿の内部にまでも足を踏み入れ、エルサレム神殿を怪我したのです。当時エルサレムにあった神殿は第二神殿、これはゼルバベルが建造し、後にヘロデ大王が修復増築したものと呼ばれるものでした。エピファネスは紀元前168年になって再度エジプトに侵入しました。しかしこの時はローマの艦隊の介入があり、撤退を余儀なくされました。エピファネスは腹いせにエルサレムに戻り、その城壁を壊して家々に火を放ちました。また8万のユダヤ人を殺し、4万人を捕囚とし、さらに4万人の女子供を奴隷として売り払いました。彼は反抗するユダヤ人を徹底的に弾圧、ユダヤ人に対して神殿での犠牲の奉献や安息日の遵守、割礼の執行、立法の書の所持などの行為のすべてを禁止しました。そしてこれらの命令に背く者に対しては死罪をもって報いたのです。しかもエピファネスはエルサレム神殿にギリシャの多神教の主神であるゼウス神を祀りました。彼はその偶像を聖なる神殿に置き、その祭儀に人々が参加するよう強要したのです。こうして彼は神聖なユダヤの神殿を無残にも踏みにじった悪名高い人物として、すべてのユダヤ人の間で記憶されています。当時の歴史についてはマカベヤ書という古代ユダヤ文書に詳しく記されています。この書にはまたエピファネスの支配下からエルサレムを取り戻し、神殿を清めたユダヤ人の英雄マカベヤのユダについても記されています。エピファネスのことはまた旧約聖書のダニエル書にも記されています。ダニエル書は紀元前6世紀に預言者ダニエルが記したものです。近代の懐疑的な批評学者の中には、この書は紀元前2世紀に書かれたと主張した者もいます。しかしこの書が事実紀元前6世紀に記されたことは多くの学者の研究によって十分立証されています。ダニエル書はエピファネスより400年も前に記された預言の書なのです。その書にもエピファネスとその前後の歴史が詳しく記されています。例えばメド・ペルシャ帝国が起こり、その後ギリシャ帝国が起こり、そのギリシャ帝国は4つの国に分裂し、その4つの国の一つにエピファネスが現れるということなど、こう記されています。そのうちの一本の角、これはシリアの王を意味するから、一本の小さな角エピファネスが芽を出して南エジプトと東と麗しい国ユダヤとに向かって非常に大きくなっていった。それは大きくなって軍勢の長にまでのし上がった。それによってエルサレム神殿の上空の捧げ物、つまり犠牲は取り上げられ、
その聖女のもといは覆される。軍勢は渡され、ジョークの捧げ物に変えて背きの罪が捧げられた。その角は真理を地に投げ捨て、欲しいままに振る舞ってそれを成し遂げた。ダニエル書ではまた、エピファネスは一人の卑劣なものとも呼ばれています。エピファネスはエルサレム神殿を汚し、そこに荒らす忌むべきもの、これは荒らす憎むべきものと同じを据えると。荒らす忌むべきもの、荒らす憎むべきものとは偶像のことです。これらはすべてエピファネスに関することとして紀元前2世紀に成就しました。ところがダニエル書によると、これは単に紀元前2世紀の出来事として終わるわけではなく、終わりの定めの時に関わるとも言われているのです。つまり紀元前2世紀のエピファネスの出来事は単に第一段階に過ぎない。第二段階、あるいは最終段階は終末時代にあるということです。イエス・キリストも同様のことを予言しています。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきもの、偶像が聖なるところ、つまり神殿に立つのを見たならば、このイエスの預言によれば、かつて紀元前にエピファネスがエルサレム神殿に偶像を据えたと同様の出来事が再度終末時代に繰り返されるということなのです。ヨハネの黙示録やテサロニケ人への手紙にも同様のことが予言されています。終末時代にエルサレムは異邦人に踏みにじられ、その神殿内に偶像が置かれるはずなのです。この獣、つまり終末時代の独裁者は、その口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。この獣の部下である神衛隊長は、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像、偶像を作るように地上に住む人々に命じた。またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。彼獣は神の宮、つまりエルサレム神殿の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。エルサレム神殿に設置されるこの偶像の座が荒らす憎むべきものです。このようにエピファネスがかつて紀元前2世紀に行ったと同じことが、やがて終末の時代に再び獣によって行われることになります。実はかつてエピファネスがエルサレムを踏みにじった期間は約3年半でした。つまり紀元前167年の中頃から164年の12月。それと同様に終末時代にもエルサレムは独裁者獣によって3年半の間踏みにじられると予言されています。また終末の独裁者獣がエピファネスの再来であることを示すもう一つの重要な事柄があります。それは紀元前2世紀のアンティオコス4世エピファネスの死に方は、ダニエル書11章に記されたものとは全く違ったということです。ダニエル書11章には先に見たようにエピファネスの行動が記されています。それは史実にぴったりと一致しています。ところがそれは35節までのことで、残りの36から45節は紀元前2世紀のエピファネスの行動と全然一致していません。
エピファネスはマカビアのユダがエルサレム神殿を奪還してからわずか数ヶ月後の紀元前163年春に急死しました。これはダニエル書11